回はこちらドイツレベルのフォルクスワーゲンゴルフ1 GTI、 これをやっていきたいと思います。これちょっと前にね、中古でね手に入れたやつなんですけども、これをねちょっとね気になっていたキットではあったのでやっていこうかなと思います。では中身見ていきましょう。ではね中身の方を見ていきましょう。ドイツレベル比較的新しいキットなのかなっていうふうに思います。細かい細かいよいしょ。だからあ、そうでもないのかな、具体的にいつのキットかわからないですけども、書いてないかな、わかんねえしっかり見れば書いてあるんでしょうけど、ですね、どういう風にお手つきかっていうと、ボディ関係のパーツがね一回これスプレーで塗ってあるんですよね。なんでまあ今回はまたねちょっと一回サフ吹いて全部削り落としてから塗っていくような、そんな感じのねスタイルでいつものねやっていこうかなというふうに思います。ただ気をつけないといけないのはね、ここにねオーバーフェンダー部分のねちょっとした段差のねこのモールドがあるんですよね。これをね削っちゃう人で怖えな、別体設計じゃないんですよね。だからちょっと切り離しとかあったりします。エンジンルームのねここは別体になってますね。エンジン再現ありの内装もね再現ありで、ボンネットだけ開閉ありっていう感じのね構成になってますね。よいしょよいしょ。ドア内張りとホイールとで、これ右ハンドル左ハンドルとね選択式になってます。左かな、作るんだったらドイツだから左でもいいのかな、感じの選択式のですね。モールド自体は結構細かいですね。ここでちょっとね切り離しがありますが、これどこの部品だ、ステアリングとインパネ周りかな、わかんない最近でもわかんないけど、わかんないって言っちゃう。お、天井の内張りの再現がある、別体部品だ。シートの裏打ちもありますね、大丈夫だよね。こういうタイプはあんまり見ないというか、自分は初めてかもしれない。そんなことないか。ボディの方にね成形されてたりとかっていうことはあったりしますけど、別体成形なのはあまり見ないタイプですね。でこれが足回り関係の部品かな、ですかね。フロントがストラットの、リアがアクセルビーム、アクセルビーム、トーションビーム。でこれシャーシですね。あー燃料タンク一体か、ハイデッカー。2014年の金型みたいです。これ2014って金型の刻印がありますね。よいしょ。これがホイールの内側ですかね、割りホイールになってるんですね。なんかちょっとアメプラっぽい感じの構成ですけど、であとマフラーのねメインの太鼓で、これがエンジン関係の部品ですね。すげえ、タイベルカバーのところにこのワーゲンのマーカー、駅間に細い、かわいいかわいいっていう表現はどうなの。で、これはヘッド、じゃあホイールか、ホイールのキャップですね。センターキャップとかミラー鏡面とかな、よいしょ。クリアパーツ、ちょっとね切り離した部品も入っちゃってますけど、フロントグリルとかあとミラーとかもねありますね。なぜこういう風に切り離してしまったのかわからない。よいしょ。で、タイヤ、多分この頃だから、そうですね、タイヤの名前の刻印はないですね。モールドはなしで、このタイヤはどんなタイヤかはわからない。多分ミシュランあたりじゃないかなと思います。で、よいしょ。よいしょ。
まあ、デカールですね。フロントグリルのこのデカール、デカール使った方がいいのかな、なんとも言えない。でね、いろんな国のヨーロッパのね、ナンバープレートのデカールも入ってたりしてますね。で、これシートのね、表面のところですね。あと、あのドイツレベルのね、最近のキットだとよくある、あのいろんなね、こう細かいデカールなんかもここにありますね。というような感じの構成になってます。では、やっていきましょう。ステサフ削りしていきます。前にね、これ、色塗ってあるやつを作った時にね、これなぜサフ吹くんですかって聞かれたことあるんですけど、特に深い意味はないです。あえてあげるなら、自分がね、これからこのキットを自分の色で染めてってやろうみたいなね、そんなぐらいの意味合いです。これグレーサフ吹いて、じゃあ白サフ、これ本当は塗膜を落としちゃった方が良かったかもしれない、溶かした方がいいかもしれないですけど、今ちょっとね、ちょうどいいね塗装落としがないので、これでやっていきますけど、グレーサフ吹いて黒吹いてシルバーのスプレーを吹いたみたいな、そんな感じの塗り重ねですね。この削った感じを見ると、塗装落とし欲しいけどな、ちょっと今ちょうどいいのがないので、もうこれでもうバシバシ削っていきます。水抜き剤とかね、使われる人もいらっしゃるみたいですけど、これシルバー、何のシルバー使ったんや、えらいね、サフのね、黒サフの定着が悪い。だからどういう風に塗られてたかもわかんないから、材買うか。あのね、長谷川のトライツールの限定販売されてる、あの前にこいつはエーデで話した、あの何、塗装落とし、じゃあメッキ剥離剤、あれ塗装もねガシガシ落とせるんで、あれが再販されるのを待ってもよかったかなと思ったんですけど、ちょっとね、早いことね、これもね、形にしてっていうふうに思ったので始めたんですけどあとね、ドイツレベルのキット新しいやつはね、結構ね、モールドが繊細なので、このメッキ剥離剤なんですけど、あれね、ちょっとね、このモールドだと埋まっちゃうかもしれないってことも思ったんですけども、結構シルバー厚塗っとんな、これ触ってね、段差がわかるぐらいだから、結構厚く塗られてますな、余計に手間がかかるパティーンだ、これどうしようかな。どうしよっかな、自分はシンナーブロには入れません。それでね、過去にね、部品を完全にダメにしちゃって、それがアメプラだったので部品の取り寄せもできなくて1台パーにしちゃったことがあるので、ちょっと地道に削ってってみますか。何のシルバー使われてるか分かんないけど、こういう風にね、膜で浮くような感じのシルバーだから、アルミシルバータミヤのかなーなんてことも思いながら、ちょっと頑張って削ってみます。結構時間かかると思います、これ。あれから1時間ぐらい格闘しましたまあね、塗装落とし使った方が早いっす。なのでそっちの方がもちろんいいので、皆さんはそっちを使った方がいいと思いますが、
もうどうにもならなかったので、このレベリングシンナー、これをちょっとずつ布に取ってジャーって拭いて、でとりあえずねここまで落としました。多分ねこれね、この上から色塗って、でまあそのこの上っていうか、その最初のね銀色の状態で色塗ってやってあげると、多分その上に塗った塗料がね、例えばこう全部塗りました、マスキングしました、でこうペリって剥がそうとしたら、はぁーっていう風になるのがなんとなく想像できたので、できる限り落としました。ちょっとねボンネットとかのモールドもねだるくなっちゃったかなっていう風に思ったりしますが、まあ最初の状態に比べればいいんじゃないかなという風に思います。でこっから本サフ入れて、で塗装の方にね入っていこうかなというふうに思います。まあこの辺は落ちてなくても大丈夫でしょう。一番怖いのはこのウィンドウモールとかね、この辺のモール関係のところのね塗装なので、でこれでとりあえずねやっていきたいと思います。このねシート表皮のデカールを貼っていきたいと思います。まあ一回黒を拭いて、ツヤありのクリアを一回拭いてます。まあ定着させやすくするためにねという感じです。よいしょ。でちょっと待ってね、ちょっと待ってね、なんか構成が全体的にアメプラっぽいっていうのがありますね。ただシートベルトのね再現があったりとかして、そういう点は面白いかなというふうに思います。ちょっと硬そうなのでデカールがお湯で柔らかくします。例えばその何ドアじゃないわ、内装をこうボディの方にくっつけたりねとかもあったりとかするので、そういった点ではちょっと他のドイツレベルのキットとはあんまりなんて言ったらいいかな、ちょっと張り何組み立てとかその辺の仕方が違うような、そんな印象。だからアメリカレベルのキットを組んでるようなそんな気がしちゃうような、構成になってますね。まあその辺はあくまで自分が勝手に思ってるだけなので、普通に水だけで貼ろうとするとね、こういうのはよいしょ、ちょっとデカールの硬さが出てあって、きつそうかなーっていうふうに思ったので、要はこの折れ曲がるところですね、折れ曲がるところが普通に貼るだけだと、普通に水で貼ろうとするとパキッていっちゃいそうなんで、まあここの背もたれの部分に関しては、背もたれの部分に関してはそんなに気にしなくてもいいかなっていうふうに思うんですけど、このね座面の部分、ここはねちょっとねメイドインイタリーだから、プリンテッドインイタリーだから、実はカルトグラフとか思ったりするんですけど、ただまあちょっとねいくら馴染みが良くても硬かったらねうまいこと馴染まないから、よいしょ。でこれ拭いた後ね、またね何拭いた貼った後はまたクリアを拭いて、より定着させやすくしてからフラットクリアを。まあシルバリング気にならなさそうですけどね、この形状、この印刷の仕方のやつだったら、っていうのは透明な部分がないのでそんなにシルバリングは目立たないかなと思います。ただまあ念のためにシルバリングを気にする内装ではないんだけど、内装じゃデカールじゃないんだけど、ちょっとでもっていうところはありますね。あとはこのリアシートのね、この背もたれの部分ですね、ここは折り込まなきゃいけないので、ここもお湯で柔らかくしてやります。まあ、ぬるま湯でもいいと思うんですけど、ね、
このね端っこの部分、ちょこっと浮くみたいな、ちょこっと浮くじゃない、ちょこっとこの辺ね、ちょこっと折れ込むようなそんな感じなのでという感じでね、貼ってからねクリア拭いてっていう感じでやっていこうと思います。組み立てを始めていますが、まだねちょっと細かいところとか塗ってないですけど、ドイツレベルのキット、まあ、過去にいくつか組みましたけど、ドイツレベルのキットっていう感じではないかな。やっぱりこうなんかちょこっとずつ、ここはなんでこうなってるのとかっていうところとか、細かいバリがあったりとか、なんかこうパシッといい感じの位置に決まらないとか、そういうのもあったりとかします。で、足回りなんですけど、これ焼き止めっていうことをする必要があるんですよね。ここに書いてあるこれですね。で、これを焼き止めをねやっていきたいと思います。焼き止め専用のドライバー、コテとかあるんだったらそっちの方がいいかなと思うんですけど、まあせっかくなんでちょっとこの焼き止めの方法をちょっとお見せしましょうかね、ということで、熱したドライバーとか金属の先っちょをくなってない、ちょっとこのライターだとこういう感じにしてあげます。結構熱するのに時間がかかるな、このタイプのライターだと。火の扱いには十分気をつけましょう。いきますよ。こんだけ潰れてたら大丈夫かな。こういう風に潰してあげます。こっちの方がうまいこと言ったかな。で、こう仕上げればこのね、舵取り部品も外れることがないっていうね、これが焼き止めの工程ですね。まあ、こんな感じでちまちまとやってきます。このね、ドイツレベルのね、キット。こんな感じでね、ポーションラベルとかね、結構細かいデカールの再現があります。内装はね、こんな感じでね、シートベルトとかまで再現があったりとかしてますね。で、このゴルフなんですけど、これインパネをね、こっちにつけなきゃいけないですよ。ボディに。で、ちょっとね、接着しろが分かりづらいかな。分かりづらいっていうか、ちゃんとぴったり合わせてあげれば問題ないんですけど、ちょっとね、みたいな感じになりました。あとまあ、これは塗膜がね、もう熱くなっちゃってたんで仕方がないと思うんですけど、このヒンジの部分ですね。このヒンジの部分。ここを結構薄く細く削ってます。そうしないと、こっちの方のね、ボンネットがうまいことこう位置がぴったり締まらなくて、ちょっと半開きみたいな感じだったので、そんな感じにしています。で、これウィンドウパーツは全て外はめ式なんですけども、このキットは説明書見てもらうとね、こういう風にね、内装をボディにくっつけてからボディとシャーシを合体させると。ボディとボディとなんかいいの、なんかちゃんとどっちか統一しなさいよ。で、そんな感じなんですけど、これさ、サイドのね、フェンダーのところはもうフリーハンドで切りました。だから左右で形が違う。こういう感じ？あー、インパネ外れた。シートベルトの位置がいい位置来ないもん。これインパネ絶対外れるやん。
いろいろ食ってたら外れるやつやん。これどこが干渉してるかもわかんねえ。キット自体はね、結構ね細かい再現があるんですけど、その細かい再現がさ、ちょっといろんなところの干渉につながって怖いな。センターコンソールが干渉しちゃってますね。どうすりゃいいんだこれ。明日の朝まで放置。これさつくの外るんだけどこれ干渉箇所どこや。シートベルトの位置がだけど、どこが干渉しとんのかが見えないのが厄介。いい位置持ってこようとするとインパネがこう動くんですよ。こう動くんだからって言ってちょっとここ削ったんですよ。なんだけどまだ削る。難易度高いぞ。難易度が高いというかこの設計はちょっと勘弁してほしいな。そのゴルフのキツキツ感を、キツキツ感っていうかこう何みっちり感を出すにはこういう風にするしかなかったんだろうなって思うんすけど、これでいけるか。結構削ったな。からこれをどうやって入れるのよ。説明書を見るとね、1、2、1、2って言うけどさ、あなたこれバルクヘッド当たるしさ、そもそもバルクヘッドがこの内装の上に来るんですよね。これいやこれ外るぞ。あーほらね、これはちょっときついぞ。でこの状態にしてボンネットを入れられない入れられないよね、そりゃね。隙間を作って差し込んで戻してこうだろう。こうするしかねえよ。こうじゃない？つくとしたらこれでやらないと多分くっつけられないんちゃうかな。まあね、説明書の通りに行けたら一番いいんですけど、行けないこともまあまあありますよということで、ね、雰囲気はねすごくいい感じなんだけどな。なんとかかんとかダッシュボードもくっつきましたね。ちょっとこれは思っても見ないというか、思わずちょっと手間がかかってしまったりとかしましたけども、今とりあえずねフロントのこのパネルとリアのねパネルもくっつけてっていうところはしてあります。
で、ここ、オシャヌーズルなくなっちゃったので、伸ばしランナーで作ろうと思います。前に作ってた伸ばしランナーです。これをちょっと炙ります。でちょっとね、不格好な感じで大丈夫です。で、これをここね、映ってないね。これですね。これです。これを削っていきます。削りすぎた。やり直し。よいしょ。よいしょ。この辺になってくるとね、静電気みたいな感じでね、くっつくんですよ。だからね、めっちゃやりづらい。こんなもんじゃないですか。こんなもんじゃないですか。はぁ、あ、まあ完成まで持っていきたいと思います。内装もね、こんな感じでなかなかに精密ではあるし、細かくはあるんですけど、まあ、組み立てがね、難儀でありますが、なんとかかんとか、ここまで来れましたね。では完成まで持っていきたいと思います。はい、ドイツレベルの24分の1ブロックスワーゲンゴルフアーム GTI 完成でーす。ワイパーつける段階で気づいたんですけど。あら、恥ずかしい。これね、ワイパーのところの穴開いてたんですよ。こっちね。でね、右ハンドル左ハンドルね、逆にしちゃったんですよ。これだったら左ハンドルで組めば穴関係なしでいけたのに、はぁ、はぁ、何してたの私。もうやだ、もう悲しくなっちゃう。組み応えはあると思います。ただ結構難儀。リアハッチの黒い部分とフェンダーのところはね、デカールが欲しかったかなってことは思いますね。まあ艶消しにするんでしょっていうことなのかもしれないですけど、じゃあサイドモールも、サイドモールのここのね、モールのところのデカールはあるわけですよ。モールドあるからなんとかなるけど、なんともならない。このモールドがないところのデカールがないのっていうのがあったりとかして、うんっていうふうに思ったりはしました。あとはテールランプの左右を間違えないようにしないと悲惨な思いをすると思います。 2,3 年前だったかな、ゴルフワン、まあアウトバーンを走ってる Z33 とポルシェのなんだっけ、なんかの GT3 をアウトバウンドでダーって飛ばしてるところをゴルフワンがこうぶち抜いていく動画がちょっと前に流行ってた、ちょっと前、2,3 年前に流れたじゃないですか。回ってきてた。あれをね、ちょっとね、できたらやってみたかったですけど、もちろんね、そんな改造するのも相当でもいると思いますし、でも頭の中でね、ずっとね、MC ハマーのあのドントタッチです、あれがこうなぜか脳内優先で流れながら作ってましたけど、注意事項としては、あのホイールと、ナックルの、ナックルとかハブのところの組み合わせ看護がめちゃくちゃきついです。なのでこううまいことやらないと多分折れちゃうと思います。自分はまたいつものあのリップクリームのあれを塗って、はめ込みました。接着してないですっていう風ですね。あ、じゃあリアだけ接着したけど、
これ接着剤なしでいけるんじゃないと思ってフロントは接着なしでねグッ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 グって感じだったら入るには入ってそのまま動かせなくなりましたなとこですかね。ほんとね、なんか作っててアメリカレベルのキットのようなそんな感じの構成だったりとかしましたんで、まあ言うてドイツレベルのドイツレベル、要はドイツレベル金型のドイツレベルのキットっていうのはそんな作ってないので、まあ大体実はドイツレベルってこんなもんなんだよっていう、こんな構成なんだよっていうふうになるのかもしれないですけど、まあでもこれちょっとリベンジしたいかな。ただこの黒いところはちょっとやっぱ塗り分けなんかこううまいことできなさそうな気がします。下手っぴだからね。うまい人はこれをベースにいろいろ改造したりとかしたりしてもいいんじゃないかなと思います。まあ富士見のゴルファンはあれは結構金型古いやつだし、またねちょっとねあの元々モーターライズだったと思いますけど、それとはまたちょっと違ったねゴルフ1を作ってみるんだったらこっちもいいんじゃないかなっていう。確かこれカブリオレもありましたよね。 GTI じゃなくて普通のカブリオレもあったと思いますけども、まあ余剰部品でねそんな感じの部品もあったりとかしましたんで、まあそっちの方はそっちの方でまた楽しめるんじゃないかなっていうふうに思いますが、どうなのかな、カブリオレだとインパネの辺とか屋根が開いてる分つきやすかったりするのかな、なんてことも思いますが、というわけで今回は、ドイツレベルの24分の1フォルクスワーゲンゴルフ1 GTI でした。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。